けで負けたら。はい、負けた。はい、逃げた。モンバイザーを取りましたら、グラウンドの方に集まってきてください。机があります。こちらに黄色いハッピーを着たくまモン隊の、はい、OK です。今日は RKK ラジオから来ました、リポーターの宮川里香と言います。今日は6時46分からサンサンラジオという番組の中で、ここから生中継が入ります。元気なみんなの声が熊本県内に響き渡るように、皆さん今から発声練習をしましょう。いいですか？はい、OK。 じゃあもう一回挨拶から練習です。高佐小学校の皆さん、おはようございます。はい、今日早起き頑張ったという人、あ、そうね、手挙げますよね。くまモン体操楽しみにしてたという人、はい、今日はラジオで生中継が行われますので、中継の練習をしています。みんなの向かって右側と左側に、ちょっと私と同じぐらいの高さ、 A さんという男性のパーソナリティさんと、すみママという女性のパーソナリティさんがいます。その2人から、高佐小学校の皆さん、おはようございますというふうな声がスピーカーから聞こえてきますので、そうしたら皆さん元気におはようございますと返事してくださいね。分かった人、はい、元気に挨拶できました、返事できました。では行きますよ。あ、みんなできればね、右側にちょっとずれてもらっていいですか？はい、では行きます。せーので、おくよ、大丈夫かな、行きますよ、せーの。あれ